ということで、今月の終わりに販売するロンティを着用しながら福山さんでやってます。なんかね、ガリレオのモノマネ久しぶりにやってほしいってコメントがあったんでやるんですけど、映画も見ましたけどね。<raz dengan habitude> あれはあんまり面白くなかったです <laughs>。えということなんですが、10月のね、まあおすすめのスニーカー紹介と。 ということで、まあ、この動画ね、好評なんですけど、まあ、10月に関してはね、まあ、パッとね、えー、選べたので、まあ、それについてもといろいろ話していこうかなと、えー、思ってるんですけどね、そういえば、TikTok がですね、当初予定してた2万5000人、ま、あ多分この動画が上がってる頃ぐらいには、1、ま、点、あ、じゃないかなと思うので、まあ、頑張りました。はい、まあ、なかなかね、えー、伸びないと言われてる TikTok。 1>, 1年間で、ね、ここまでね、まあ、ちょうどやり始めて1年ぐらいなんですけど、まあ、頑張ったので、まあ、それからね知ってくれてる方もまあ増えてるのかなという感じなんですけども引き続き頑張るので、えー、よろしくお願いしますということでいってみよう最初はナイキから見ていこうと思うんですけどナイキはどでかいねまあ行かれてるのでそこに触れていこうかなと思います 商品名がナイキア、ジョダマン、オージ、ロストンドファウンド、まあ、シカゴですね、の復刻が、えー、かなり久しぶりに出るということで、僕もね、2013年のジャンプマンが付いてたやつを、ね、持ってたんですけど、あれも今値段結構上がっててびっくりしたんですけど、もう,もうなんかいらないなと思って定価で当時売りましたけど、えーまあそ,のえー、その次か、16年ぐらいに出たぶりぐらいに、えー、販売ということで、ただこのスニーカーに関しては、初、まあ、めから少しね、まあ、ビンテージ加工というか、 黒い部分がちょっとこうひび割れてたりとか、えー、シュータ団が黄色くなってるという、ヴィンテージ学校でのまあフクックという感じで、まあ、今の流れにね、合ってる出し方なのかなっていう感じなんですが、まあ、最近多いスニーカーでも20万足作られてるとは言われてるんですけど、これに関しては50万足販売予定ということで、まあ、プレーにさすがにはならないんじゃないかなって思うんですけど、 まあどうでしょうね。まあ、あちらこちらで四角を履いショ賞が見れるのかなっていう感じはしますけど、まあ、僕に関しては買おうかなと思ってます。別にその、何ですかね、例えばその5万とか6万になったら多分買わないと思うんですけど、おそらく値段使わないと思うので買おうかなと思ってて、まあ、せっかくなんで、そこはまあ、臨時加工して履こうかなと思ってます。はい。ということで、えー、まあ、みんなね、買うのか買わないのかあれなんですけど、まあ、あとは意外とね、あの系のスニーカーって合わせにくかったりとかはするので、 好き嫌い分かれるとこだし、まあ、なんかこうレアスニーカー好きな人ってね、そのまあ例えばライトニングみたいな、もともと高くて人気があるって言われてたモデルも数が多かったりとかしたらやっぱり買わなかったりとかするので、まあ、これに関してはまあどうなんだろうなっていうところはあるんですけど、はいまあ、楽しみに <laughs> しているかなっていう感じですかね。はい、ということで、えー、次のナ、えー、イキのスニーカー行こうと思います。 次次もね、珍しく冗談でございます。えー、218× ナイケージョダン2ローレトロ、えー、ということで、えー、デトロイトのスニーカークティック218とのコラボという感じなんですけど、僕は正直全然知らないですけど、まあ、同じ日に何種類かね、えー、他のコラボとの2、えー、のローは、ね、出るんですが、えー、この色はかっこいいので、こちらを紹介しております。 まあローカットの冗談っていうのはねもちろんたくさん出てると思うんですけど一番ローカットに似合うんじゃないかなと、まあ、2の、まあ、普通のハイの方はね、まあ、ザなんか服装に合わせづらいんですけど、まあ、これですごいというってかなり合わせやすくなると思うし、まあ、色味的にも秋っぽくていいんじゃないかなと思います、まあ、ソウルのね、あのー、サイドのねところもいきなりっぽくなったりとかただ一つ気になるのはねここがクリアソウルなのがねちょっとなっていうのはあるんですけど けれどもそれでもまあかっこいいんじゃないかなと。まあ、2万6 4 0 0円ってことなんで、プレッタリはしないのかなと思うんですけど、はい、個人的になんか、とりあえず、くそしいって人は、これを、えー、今月は僕はおすすめしたいなと思っております。ということで、次はアディダス。次がですね、ファレル・ウィアムス×アイデア・ソリジャース HU ・ NMD ・ S1 ということで、まあ、NMD5 年発売してたってますけど、S1 というモデルがデビューしますよと。まあ、S1 といってね、あれと思った人は、 えー、仲間です見てもらうと分かるとおり完全にまあスニーカーブーツ的なちょっと近未来的な感じなんですけども一応ね多分履きやすさ重視で作られてて、まあ、ラーニングシューズのマラソントレーナーっていうモデルだったりとかの、えーまあ、素材だったりとかをかなり使ってたりとかっていうのを書いてあるので。 実際どうなんでしょうね。すごく重そうなんですけど、まあ僕たちのジャンルって、まあ、レザーのブーツってなかなかやっぱ履かないじゃないですか。うーんなので、まあこういうのを渡していただけるとありがたいんだけど、うーん、まあ値段が3万3000円ということもあって、すぐアイデスセールしそうな気はするんだけど、まあなんかこう夏、ハーパンにこういうね、派手なスニーカーブーツみたいなの履いて、あとシンプルにするとかね、あとサングラスだったりとかで差別化するっていうのも、 かっこいいスタイルだと思うので個人的にはとりあえず履いてみたいなっていう印象はありますはい意外とね一回出てもうなんか売れないからもう作られませんみたいな <laughs> ノリになりそうなんじゃないかな,なか量産されてみたいなのはならないんじゃないかなと思うスニーカーなので是非、はい、皆さんもチェックしてみてくださいということで次がバンズ 次はバンズの、えー、とパームエンジェルス×バンズボルトスケートハイスケートミッドオールスクールかな、えー、10月1日に発売してるので知ってる人も多いと思うんですけど、まあ、パームエンジェルス今正直イメージというのはあんま良くないかもしれないですねなんかよる気に汚染されたようなイメージあるんですけど、まあ、初期からねパームエンジェルスはバンズをサンプリングしたようなスニーカー出してたりとかしててほど、えーまあ、ね初期感が強い、まあ、スニーカーになってるかなと思います えー、まあこういうコラボではないと、まあ、スケートミットとかもなかなか出ないような、えー、形だと思うので個人的にはスケートミットにちょっと気になってたんですけどやっぱりねあのソールド部分が透けてるのって、まあ、そこが好き、まあ、嫌い分かれるとこかなと思いますただまあ結構シンプルな格好に、まあ、これだけ、えー、こういうバランドで外すっていうので。 いいんじゃないかなとも思いますし、まあ、皮紐がついてたりとかね、アメリカジ仕様にえっに変更できたりとかもするみたいなので、まあ、すごくおもろいんじゃないかなと思います。あとは値段が思ってる安いので、えー、まだ残ってるところもあるのでチェックしてみたらいいんじゃないでしょうか。ということで、最後、コンバース。で次ももう発売してるエニハリウッドと、えー、コンバース、えー、アディクト・チャック・テーラーのコラボとなっております。えー、まあ、単純にどこがいいかっていうと、まあ、素材がね、えー、スウェッドという、ね。 はいまあ、ただそれだけで別に N ハリーコラボだからっていうわけじゃないんですけど、まあ、なかなかねこのスウェードを使った、まあ、チャック・テイラーっていうのは海外のやつ見てても出てないと思うんですよで今ってね結構 TikTok とかでもキッズの子たちがチャック・テイラーをやっぱ USAS だよねみたいな、まあ、今言う時代なんですけども、まあ、日本は日本でね、えー、まあアディクトっていう LINE があって、まあ、それがビブラムだったりとかね、えー、はするんですが 値段がどうしても27,500円という価格にはなってしまうんですけどまあちょっとこう話と差別化するのにはいいのかなと思いますねあと最近結構シンプルなスニーカー僕も履くこと多いんでこれも買おうか悩んだんですけどやっぱり値段が3万円近いっていうのが、ね、ちょっとこうネックになるところだったんですけどうんまあ悩む <laughs> 一足かなという感じですね はい。ということで、今日は5足ぐらい紹介させてもらったんですけども、まあ、どれも結構、個人的に欲しいなって思うものが多かったのかなって思います。えー、そして、この動画の最後にですね、新作の、えー、ボカトレスホてるリベレダスというブランド、えー、ですね、最近、窪塚洋介さんが着用されたことで、結構注目されてですね、問い合わせも多いので、えー、紹介して終わろうかなと思います。ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。ということで、紹介。 はい、ということで、リベーダ紹介していこうと思います。去年から動画を見てる人は知ってると思うんですけど、これの袖付きのやつをですね、えー、僕、持ってまして、えー、それと、えー、ベストもね、去年出てたんですけど、えー、まあ、去年のベストと違うところっていうのが、ここの部分ですね、前はこう結構襟がね、高くなってて、こうレイヤード、パーカーとか着るときに着にくかったんですよ。で、今年アップデートされて、まあ、そういうふうに着ても、えー、と着やすい仕様になって、 素材自体もね、あのピーチスキンっていう,なんですか、ね、こう普通のナイロンよりも全然こうてうか触り心地がいい、まあ、こう質感見てもらったら分かると思うんですけどあのこうテカテカしてないような感じの、えー、ナイロンを使って、えー、ダウンは入ってないんですけど高機能中綿っていう、まあ、アウトドアのブランドとかで使われてる、まあ、本当にあったかいんですけど中綿なんですけどね、えー、っていうこともあってあまりこうなですか、ね、ボリューム感でしすぎず重、まあ、ね着した時とかにマッサージしに見えやすいっていう。 えー、ベストおがですね、えー、個人的に、まあ、おすすめで僕も今年は黒を買ったんですけど書き、えー、残り M1 点余ってますので是、えー、とウェブの方よろしくお願いします、えー、リベレーダースに関してはサイズ感が独特で、まあ、実際見た方がいいんですけど、えー、普段僕も XL 普通のブランドだったら着るのが、えー、リベレーダースだと MS で L とかがね結構多いのでふだん XL 着てる人 えー、身長は多分180とかあるんだったら L でいいんですけど、えーまあ、175以下の人とかで普段 XL 着てますっていう人は M サイズがベストなので是非ねカ、えーキよろしくお願いします、はい。ということで次がヘビーウェイトカレッジプリントフーリーということでまあシンプルなんですけど、えー、先ほどのねベストと、えー、こちらはかなり数多めに今季入れてまして。 えまあ何がいいかというとこう今まではね結構柔らかい素材のフーディーっていうのが多かったんですよ。でこの前あの久保坂さんから着てたやつもそれなんですけど、えー、その影響でねめちゃめちゃ緑のパーカー売れたっていう,う話は聞いてるんですが、まあ、これもね、えー、緑あるので僕も緑入れてるんですけど、えー、これはチャンピオンのリバースウィーブをサンプリングして作ったような。えー ボディとなっております。一応15オンス、超ヘビーオンスってことなんですけど正直そのチャンピオンのリバースイブよりはそのゴワゴワした感じがないので音数はしっかりしてるけどね、えー、重ね着とかするのにはベストかなとまあチャンピオンのやつとかだと重ね着するとなんかねバランス悪くなったりとかするんですけどこれははい見てもらってる通り全然そんな感じもないとちょっとちょっと打っちゃったはい <laughs> で先ほどの えー、ベストとかをね、えー、重ね着で着てみると、まあ、こういう感じになりますよってのでこれは僕が買った黒,黒で合わせますけどだから意外とね黒っぽい色をねなんか冬だと思いから避けがちと思って買わなかったりとかしたら意外と僕も、あのー、黒の洋服持ってなくて最近黒ばっかり買ってるんですけど、まあ、こんな感じで着れたりとかね、まあ、結構万能なので、はいまあ、長く使っていただけるかなと思います。しかかかももウォッシュもかかって プリントもひび割れ確保という、はい、結構凝った仕様になっているので、まあ、お値段はね、そこそこね正直するとは思うんですけどはい、ぜひ重ね着用のパーカーでいいの欲しいんだったらおすすめでございますあとは先ほど言ったグリーンもはい、今人気なので残り1点ずつ、えー、SM ございまして、えー、先ほども言ったみたいに M サイズで XL これ僕 M サイズ着てます、えー、で S サイズで L サイズ だだとと思思っっててもらって大丈夫だと思いますあとは同じ仕様の、はいえー、スウェットも出てますこちらも同じボディを使ってるんですけど、まあ、そんなゴワゴワするような生地ではないのでこれも、まあ、重ね着するのにぴったりかなと思います、えー、スウェットですね、えー、こちらの方が少しお値段は安い2万2000円ぐらいだったかなに、えー、なってますのでこちらも、えー、残り1点1点かな ぜひこの動画を見た後にチェックしていただけたら、えー、まあ早い段階で注文してもらったら今日発送できると思うので、えー、ぜひこちらの方もよろしくお願いしますで、えー、今日着てたロンティとかは、ね、来週か発売になりますので、まあ、ちょっと寒くなってきたしパーカー欲しい人も多く,ないんじゃない多くなってきたんじゃないかなと思いますので今日は動画ありがとうございましたバイ。